お待たせ、遅くなっちゃった、遅くなっちゃいました、ただいま。いや今日でちょっと怒涛の日が一旦終わったかな。ちょっとゆっくりできそうかもしれぬ。お疲れ様。猫ぷ早いね、ラブだぜ、ラブだぜ。大将さん、のぶしゃん、ありがとう。おお、ありがとうね、音符も。おがこさん、ありがとう。ダーシャハさん、バンクーバーさん、大工さん、虹色さん、ありがとう。楽しかったね、本当に楽しかったよ。あー、コロボありがとう、おやすみ。カポさん、竹山メイツさん、神尾カンデさん、おしげさん、テストさん、スナフキンさん、トコトコさん、三浦さん、梶山さん、グッチーターコン、ありがとう。もっと聞きたい虹。ありがとう。大将さん、ギザ音符、のぶしゃん、ただいま帰ってきたよ。おさぴーさん、レオーネさん、西枕さん、ありがとう。ローマ字マスさん、ありがとう、ただいま。いなちさん、カタカナのゴーさん、まみちゃん、ありがとう。テストさん、お疲れ様。 AKA さん、まーさん、ありがとう。おしげさん、ギザ音符ありがとね。あれ、まだ家ついてない、ブラッチ。あ、みんなとなんかとかいてたのかな。のぶしゃん、客キラありがとう。おさぴーさん、お疲れ。中地さん、ぶーちゃん、ありがとう。さとしさん、ありがとう。ラスト対バン楽しめたか。え、めちゃくちゃ楽しかった。いやー、なんかラスト対バンだったのかってさ、すごい実感が湧かないけど、今日がラストだったってことがね、実感は湧かないけど、すごい思いを込めて立ったライブだったので、今日は。あとすごいね、たくさん来てくださってたね、今日。ありがとう。じいさん、フーガネットさん、ありがとう。ノアさん、マサさん、ありがとう。お供はスモモジュース。スモモジュース、何それ、どこに売ってるの。卵サンドさん、ノモさん、ありがとう。マミちゃん、ダーシャハさん、ありがとう。ギザ音符、おがっこさん、むねたかさん、ありがとう。レイボーマイクル、やまびー、楽しかったね、ありがとう。太鼓の T シャツ着てたね。虹色さんか、ありがとう。音符の中の音符。赤さん、いらっしゃい。レオーネさん、グッチー。おがっこさん、ギザ音符、ありがとう。おさぴーさん、かわいい、ありがとう、かわいい。底辺さん、ありがとう。ゴンちゃん、ありがとう。ギザ音符、虹色さん、ありがとう、ありがとう。スイズのりあきさん、せやでーさん、まみちゃん、お風呂ありがとう、ありがとう。お風呂入ろうかね、終わったらゆっくり休めてねって、ありがとう、ありがとう。今週末日曜日土日ぐらいに、めっちゃ遅くなっちゃったけど、こないだの支援ゲージのお礼のやつやろうかなと思って、カラオケ、なんか白チャイナか、チャイナひなぷカラオケやろうかなって思ってます。日曜の方がいいかな、土曜の夜の方がいいのかな、どっちかでやろうかなと思ってます。ヤマピー、ありがとう。サイリオン、ワンガンさん、お疲れ様でした。ヒロシさん、ありがとう。ノブシャン、ギザ音符、ありがとう。おかきさん、コンドレさん、あ、ありがとう、楽しかったですね。ほんと、ノブシャン
ジャスミンのお花ありがとう。メリーさんいらっしゃい。海ホタルさんお疲れ、ありがとう。ローマジユタさん、ギザ音符ありがとう。スカイゲートさんいらっしゃい。お、ブラッチもっと聞きたい、ありがとう。ブラッチか、もっと聞きたい。ニージありがとう。おかきさんバラ、バリンチュさん、ドラミチュンの間さん、タッキーさんお疲れ様、おかきさん小判、清水さんおやすみ、石川さんありがとう。ロッピーさんいらっしゃい。畑田のガチャが松山空港とお菓子か。え、畑田のガチャめっちゃしたいんだけど。え、したいね。それルシフェロンさんありがとうございます。ノブシャンフル、ありがとう。おさぴーさんありがとう。ジャスミンの花、ヤフカラホーさんありがとう。サトシさん、あ、ラジオ聞いてくれた。ひなおさんはバドミントンする方、する方は得意か。いや、得意ではないかも。好きだけど、バドミントンするの。いや、見るのが一番好き。そうよ。パリンチュさん、ギザ音符ありがとう。シンタさん、手こずきさんいらっしゃい。 AKA さん、ギザ音符ありがとう。メイツさん、底辺さん、ギザ音符ありがとう。ヤス兄ちゃんありがとう。ジーさんありがとう、ギザ音符。ヤナさん、おばばありがとう。ローマジヨシさんお疲れ。あ、コンドルさんお疲れ、お疲れ、お疲れ、たくさんありがとう。こちらこそ。ようちゃん、食事ケータリング、いや、ケータリングはなかったかな、今日なかったけど、ん、何食べたっけ。あ、ココイチ食べたよ私今日。あ見せてあげよう。あのね、これ前の画像だけど、めちゃくちゃ麻雀じゃんこれ。面白。うわ、これ顔まで見せようと思ったら、みんなまたちょっとこれ首かしげてもらわないと無理かも。じゃじゃーん。はい、今日の、まあ、お昼、夜、お昼ご飯ココイチ食べました。あのね、会場からね、もう出てすぐのところにココイチがあったの今日で、TKD さんと食べに来ました。時間ある時。これはね、今日はね、あの、いつもさ、私決まったメニューなくて、特にこの日は豚しゃぶチーズ、豚しゃぶチーズスクランブルエッグ、めっちゃ乗せとるな、の 250g 食べました。いやー、美味しかった。そうよ、そうだね、ポークの、ポークカレーの豚しゃぶチーズスクランブルエッグ。あれ、別のとこで昼カレー食べたの。でもめちゃくちゃさ、近いとこにあったよね、今日の、今日の会場。こんな感じでございました。はーい、ダッチャーさんこんばんは、ありがとう。ハヤトさん、ヤマトさん、ローマジマコさん、孫悟空さん、スワマヨさん、ありがとう。ドナルドさん、コラボレターありがとう。ムテンさん、ギザ音符。ローマジマコさん、レインボーマイク、ありがとう。アマトーさん、お疲れ様。月見草さん、ありがとう。枝豆が心配なので夜行で帰ります、だって。うわー、今日帰るんだ、お疲れ様、ありがとう。ニコポ、本当だよね、枝豆お水欲しがってるかも。孫悟空さん、ギザ音符ありがとう。ひらがな斉藤さん、ありがとう。ローマジマスさんみんな MC のこと言ってくれてるね。
危なかった。いや危なかった、私も。いやこれが最後だと思う感じたらやっぱやばいね。その話してる途中にさ、まあ歌ってる時もそうだけど、あこれが最後なのかってこうふと思うとダメだと思って。まあでもとにかく楽しむっていうことを一番に考えて今日はできましたかね。クラッシャーさん、孫悟空さん、あさみさん、キザ音符ありがとう、ダッチャーさんありがとう、ムテンさん、レアパパさん、リルルさんありがとう、おお生きがい、虹ありがとう、たくさん、トラガンバさんいらっしゃい、あトールさん待って、トートバッグとタンブラー買ってくれた方じゃんありがとうございました、たくさん毎度ありありがとうございます。HK さんありがとう、ライブ終わりました。暗いかな、明るすぎるか。川崎さん音符ありがとう、ギザ音符、ワンガンさん太鼓の奥もありがとう、ありがとう、ワンガンさん今日も、おしるこさんありがとう、アントワーヌさん、川崎さん、 HK さん、ギザ音符ありがとね。え、野菜生活今スモモジュース出てるんですか。そう初耳かも、マサさん、豆豆仙人さん、ギウさんありがとう、ユージさんいらっしゃい、ユッキーさん結婚してありがとう、マサさんお疲れお疲れ、ひろちさんレインボーマイクありがとう、八さんいらっしゃい、感じた、ん数字の、ヤマピー何、ラストライブはもっと太鼓の T シャツで来てくれんの、これより太鼓ってなかなかよ。ヤスケさんありがとう、今日も来てくれて、ネコプ早いわ、朝9時から T シャツ着て出発したで、ほんまに。じゃあ朝9時、ん？いつついてくれたんだ？マサさん100キラありがとう、ヤシンコトン、コシさんお疲れありがとう、ひらがなのカズさん、マー君、おしるこさんありがとう。いやマナホー T シャツ好きなのよ、めちゃくちゃ、このま色合いもそうだし、お音符ありがとうね、トラガンバさん、ギザ音符、うわ HK さん大長老じゃん、1900回訪問、コップンかー、ありがとう。お、ライブハウス電波悪くて T シャツヒント見れなかった。あ、開演してすぐ着替えたんだ。そうよ、もうめちゃくちゃ直前にね、ちょっとヒント出たでしょ。ユッキーさんお疲れ、ありがとう。カノンさん、100キラダルマ、ありがとう。あ、ロッピーさん、レインボースター、ありがとう。めちゃくれてるじゃん。ありがとうね。別の1時間枠。あ、そうそうそう、通常の配信の前の時間でやろうかな、それか2時間続けちゃってちょっと早めからいつもくらいの時間まで配信しようかしらと思ってます。なんか最初の1時間はカラオケだけの配信して、残り1時間は普通今までの、なんかカラオケ配信ってなるとコメントあんま読めないけど、歌って歌いっぱい歌おうよっていう。ローマ字マサさん、サイリウムありがとう。ひらがなひろさん、ハートのよしさん、しがさんいらっしゃい。お、ローマ字マサさんにフジモンさん、ギザ音符、タカさんいらっしゃい、野菜炒めさん、ありがとうありがとう。何今鹿がって、鹿と戯れてるの。ローマジオシさん、ありがとう、レインボーマイコ、あ、100キラもありがとう。ポストステージの写真で、あ、ひなほちゃん輝いてて、ありがとうありがとう。今日はね、写真、そうなのよ、みんな飛んでくれてた写真
あれみんな飛んでくれてた写真使ってたっけな。アミグマさん、ミュージックショップさん、ありがとう。ワンガンさん、お風呂ありがとう。一に、え、交流たどり着いた、おめでとう、おめでとう。よし、え、週末、あ、そうじゃん、9日じゃん、私交流出るので、ぜひ対戦よろしくお願いします。アマトーさん、アイスありがとう。白夜さん、いらっしゃい。のんびりしたいねんさん、ローマ字のマスさん、お疲れありがとう。バンクバンさん、ふるありがとう。猫耳さん、チョコタンさん、お疲れ様。キョンシュさん、ありがとう。猫耳さん、あら100キラありがとうです。ピルクロ、お疲れ様。月末まで会える予定ないと思うと寂しいね。だって寂しいよ。でもすぐ来ちゃうんだよ多分。すごい、みんなに会えるのすごい楽しみ。やっぱラストライブいっぱいリハも重ねてその日を迎える予定なので、出し切れるように頑張ってくるわその日まで。お、もっと聞きたい、ニージじゃん。なんか垂れ幕くれた、ありがとう。ゴエモンさん、いらっしゃい。エピオンさん、ヒロさん、ありがとう。オガクさん、いいね、ありがとね。あれ、本当ブラッジ、他の対バンの方も行かれてたの。ココイチドナルドさん、フロありがとう。フロありがとう。よしんことネルさん、美味しかったよココイチ。私ココイチのね、スクランブルエッグがめっちゃ好きで、結構な確率で乗せてる。コーポンさん、ありがとう。ももさん、お晩です、ありがとう。そう、ルシフェルンさん、めっちゃ美味しかった。久々にバイトしてきた、だって。いや今めっちゃ難しそうというか、あのメニューがさめっちゃ増えてない、ココイチ。そのなんかチキンカレーとか、その元も増えてた。ポークとビーフと、今までは選べてたの、ポークカレーかビーフカレーが土台で、そっからいろいろこう、あのチーズとかカツとか乗せていくんだけど、それも増えてたんだよな。なんかユッキーさん、フルありがとう。リンシャン、あ、リンシャン解放ありがとう。あ、そうじゃん、メッセージありがとうございます。いっぱい送ってね。またトッピングが美味しいよね、ココイチってめちゃくちゃあるしね、トッピング。わ、豚しゃぶナス渋いね、ブラッチいいね。ナスいいのよ、美味しいのよナス。ヨコポンさん、かわいい、ありがとう。ヤースケさん、食べたことない、スクランブルエッグめっちゃ美味しいよ。おう、コンドルさん、行ってきな行ってきな。イカリング美味しいよね。いや私はね、あの普通から、普通ゼロからかな。もっと聞きたい、めちゃくれるちゃん、ありがとう。250は武田ひな子には少なすぎでは。やっぱりね、ちょっとライブ前だったので、あんまちょっと食べすぎてもさ、こうおいおいしてるうちにこう出ちゃったらいかんやんか。だからあ、ちょっと抑えとこうかと思って、200。フライドチキン美味しいよね、さとしさん。そうなのよ。スイカさん、ギザ音符ありがとう。あ、虹色さん、お車で来てくれてたの今日。メンチカツね、ももさん、メンチカツ渋いね。メンチカツ好きなのか。アットマーク、クジラさん、ストリートくんありがとう。ココイチはめっちゃ久々に、いや、なんかそんなこともない。ちょこちょこさ、めっちゃ食べたくなって行くときあるよ、ココイチは。バッティーズさん、こんばんは。あ、ひでゆきさん、ありがとうね。最高だったよ。たくさんありがとう、声出してくれて。ストリートくん、ありがとう、レインボーマイク。底辺さん、フル。フルありがとう。
ひでゆきさん、バラ。君は AA さん、レインボースター、ありがとう。ようちゃん、尊い。ありがとう。結婚して。ありがとう。トゲ、いらっしゃい。なんであの T シャツにしたのって。え、あのね、今日歌った曲が、あの、結構、マナホーに入ってたやつが多かったんじゃないかなと思うのですが、2曲入ってたかな、タイトラとスターダッシュとかな、まあ、それもありで、こないだね、これあのこないだのファンクラブイベントで結構配ったのよ。配ったというか、その福袋に入れてて、で持ってる人も多いかなとか、もういるかなとかと思って。スイカさん、フル、ありがとう。音符の中の音符は男の中の男みたいでかっこよかった。あ、ほんまに、確かに音符の中の音符っていいね。ひでゆきさん、レインボースター、ありがとう。ジョッコもありがとうね。あ、ゆきーさん、神散歩も見てくれたな。パークサイドカフェのフィナンシェ、松山市のね。あー、あのかわいい、あのあれだね、わかったわかった。あ、え、こないだその回だったのか。ありがとう、見てくれてん。お、甘党さん、本当に同じの食べる、美味しかったよ、めっちゃ。猫ぽ、生きがい、生きがい、ありがとう。テストさん、もっと聞きたい虹、ありがとう。もっと聞きたい虹じゃん。えのさんさん、いらっしゃい。ひでゆきさん、お疲れと、ありがとう。よこぽんさん、ふる、ありがとうございます。リンシャン解放、あ、聞いてくれたの。スポーツウェアのひなぽ見てみたいなって。あ、ヨネックスの話ね、よこぽんさん。あるよあるよ、今もね持ってきてるよ、ヨネックスのジャージ。ルーム名変えるのって。あー、変わるね。え、ほんとじゃん。私ずっとこの何年もこの最初滝山 3.5 って書いてたけど、これ変わりそうです。そうじゃん。え、悲しい、寂しい。テストさん、フル、ありがとう。滝山グッズもたくさんゲットできて素晴らしい日でした。本当にたくさんゲットしてくれてありがとう。テストさん、お次のタンブラーもありがとう。スミッチさん、いらっしゃい。ラストのこの星が染みた。へえ、ヤマピー、私も歌っててさ、めっちゃ歌詞がなんかこう今の自分と重なってたよね。本当にありがとう。やっぴ。ターボジェットくん、うるうるさん、いらっしゃい。たかちゃん、いちごの妖精さん、ありがとう。あ、そうよ、ブラッチ。ペンライトストラップがね、なんともう売り切れちゃったの。すごいよね。こないださ、出したあの、なんていうの、あの腕につけれるペンライトストラップ作ったんだけど、完売しちゃったの。嬉しい。赤花さん、ヤマさん、ファントムさん、黄色い魚さん、ありがとう。見たよ、ヤマピ。天の夏さんの物販にいるところ。いや、ありがとう。そう、天の夏さんのファンの方も来てくださってたよね、物販に。嬉しいよ。ブラッチ、ありがとう。音符の中の音符。ようちゃん、フル、ありがとう。エゴイストさん、みたく、解散後に期間限定で滝山カフェすごいね、カフェ開けたら。いや、滝山カフェ開きたいな、確かに。ヤースケさん、レインボーマイクじゃん、ありがとう。ラストライブも提灯触れ回してもいいですか。いいよいいよ、今日めっちゃ見えたよ、その提灯。ヤマさん、お疲れ。おがこさん、バラ、ありがとう。ハラメタルン、音符、ありがとう。コウヘイさん、ニャンパス。
スイッチさんいらっしゃい、まあ一家さんありがとう。コメント読まずに歌い続けるのもありかもよって、ありだわね、確かに。そうね、まあ、みんなでなんかその都度さリクエストもらったりはしようかなって思ってたけどに、こしさんお風呂ありがとう。ロンロン昨夜は東條さんと2回もめっちゃ A ちゃんの同卓されたの、めちゃくちゃプラスだしいいな。フライさんいらっしゃい。本当さとしさん、じゃあちょっと歌に専念しようかな、その日の時間は。バリンチュさんフルありがとう。あ、待て待て、なんか別のとこ押しちゃった。オッケーオッケー。あ、秀幸さんか、もっと聞きたい虹、ありがとうありがとう。虹色さん、守りたいこの笑顔、ありがとうございます。獅子丸さんいらっしゃい。そうね、ブラッチ7月以降の予定がね、そう今のところまあ言えないこともまだあるけど、そうなのよ。でも私のなんかこうライブじゃなくてもこうイベントとかはさ開いていきたいし、なんか麻雀とかもねやっていきたいし、みんなと打てるやつ、そこはきっと変わらないと思うので会いたいですね、たくさん。ゆうすけさん、 N164 さんありがとう。ししまるさんありがとう。レインボーマイクそうでしょ、今日は恋の呼吸使えないよこれ。でもなんかこのなんかうねうねでうねうねで使えない声の呼吸。浩平さん、まあさんいらっしゃい。カタカナの、うわ、はるかさん、パリパリチキン人気だよね。ココイチのパリパリチキン人気ですよ。え、天野さんカレーが、あ、天野さんが行かれてたんですね、ココイチ。あれ、そうなのか。のもさん、たくさん小判ありがとう、めちゃくれてる、ありがとう。わ、はやてさん、もっと聞きたい虹、ありがとうございます、ありがとう。まさはるさん、ガチャさんいらっしゃい。はやてさん、ギザ音符ありがとね。おさむさん、楽しかったです、ありがとうね。今日は来てくれてありがとう。プレプレさん、ブーちゃんありがとう。はやてさん、レインボーマイクありがとう。おさむさんもレインボーマイクありがとうございます。おきおきけさんいらっしゃい。おいおいがおえおえになるそれは面白い。そうよ、そうなっちゃうかも。だから、その日暮らしさんありがとう。おさむさん、ギザギザ音符。スピンさんいらっしゃい、ありがとう。おさむさん、たくさん。丸メガネさんじゃん、ありがとう。今日はありがとうございます。秀原さんありがとう。おう、楽しかった、ありがとうって言ってくださってる丸メガネさん、ありがとう。嬉しい、初めて。ファンクラブイベでサイン入りの T を引き当てたよ。お、引き当てたか、何の T シャツのやつ。サイン入りティー、おさむさん、ギザ音符ありがとう。リンシャン解放も最後に一曲歌う、ありだね歌おうか。マナフォーは T シャツも歌う曲も多めってのも予想通り。すごいね、なんでわかったの。心の中でファーファー歌ったファーファーなかったね、確かにね。そうね、ファーファーね入れるとこむずいのよ、対バンは特に。あのワンマンだったらさ、すごいたくさん曲やる中で終盤とかにこれ入れたらエモいじゃん。けどさ、対バンってさ 4,5 曲の中でさ、あの他がさめちゃくちゃなんかアッパー系だからさ、すごいジェットコースターみたいになっちゃうのよ、そのセトリが
だからあんまりさ短いセチョレで入れたことなかったんだけど、ちょっと悩んだ。でもファーファー歌うか。あ、この顔文字の方ありがとうございます。お、ベポさんいらっしゃい。アマトさん、ラジオを聞いた直後のロンロンでリンシャン解放、すごい。え、ラジオ効果もあったのかしら。何、友のりてらさんマジかーって。ひろちさんありがとう。おー、ハラメ太郎ね、リアル楽しかったです。こちらこそ。カタカナカズさん、カタカナショウさんありがとう。あ、そっか、竹山入る前はひなほのゆるい、あ、よく覚えてるね、ゆるい歌部屋だ。そうだそうだ、ヤマピー、竹田 1.0 ロブシャ、ひなほのゆるびえになるのかって。ローマジマスさん、バラありがとう。バラ、お、ようちゃんその動画見たよ。 C の新エリアのラプンツェルめちゃくちゃいいよね。あれ絶対に乗りたいんだけど。いやー、ちょっと見ちゃったんだよな、あれ。ローマジマスさん、バラありがとう。お、ソラさん、ソラさんだってる、ソラさん、そうなんす、そうなんす。寂しいね、アメヤネさん。確実にカウントダウン。まだあるけど、まだあると思ってたらもう来るんだろうなって思う、その日が。ルーム名に出身つければ、滝山 3.5 出身。確かに元とかじゃなくてね、出身っていいね。カラオケを4択にして毎回投票で決める。おー、ありかもね。何択かにしてね、ありかもしれぬ。ブラッチありがとう。ジャスミンよくまありがとうございます。マサさん、フルありがとう。思い切り泣いた後は思い切り笑おうよ。たまには違うところ。大文字の鉄さん、フィーさんありがとう。フィーさん、あ、もっと聞きたい虹、ありがとうありがとう。やばい、35分なの、終わろうかな、そろそろ。ポテチさんいらっしゃい。ノムさんありがとう。ウラシャンさんいらっしゃいです、ありがとうございます。お、 PHY さん、少しね見させていただいて、裏でもねずっと映ってて、あのみんなで見させていただいておりました。あのマイナマインドさん、ね、最後のめっちゃかっこよかった。あのこの鳴らすやつもすごかった。うらしゃんいらっしゃい。つかぼうさんありがとう。エルモさんありがとう。あらこうへいさん、ギフトを送ろうとしてくれてるの、滝山局だけの対バン久しぶり。そうだね、確かにそうかも。そう、今回はね滝山だけにしようと思って。ストリー、 ありがとうブラッチ。ココイチでおひながバイトしてた時、いつものって通じたらたまらない。いつものって言ってくる人確かにいたな、バイトしてた時。君秀さんこんばんは。君は永遠さん、おつひなありがとう。小林さんいらっしゃい。
ワンダーさんお疲れ、ありがとう、お疲れ。千葉さんいらっしゃい、ありがとう。ラストライブで小井さん、小井さんね、ゆきさん。ちょっとね、あの滝山中止になるかなとは思うんですけど、曲がね、小井さんはね、武田ひな穂の曲でございまして、そうなの、武田ひな穂の曲はこれからも歌っていけますので、たくさん。はちみつさんいらっしゃい、ありがとう。カモシカさんありがとう。のび太さんこんばんは、ありがとう。トキピタさん、ギザ音符ありがとうね。バンダーさん、ジャスミンオクもありがとうです、ありがとう。あ、ブラッチか、もっと聞きたい虹、ありがとう、ありがとう。部屋暗いね、停電だって確かに部屋は今暗いよ、この明かりこっちでつけてる。秀幸さんありがとう。音符の中の音符。アントワンさん、フルありがとうね。ココイチのメニュー見るけど、結局いつも、あ、ビーフカレー食べるんだね、渋いね。アントワンさんはナスだ、しかも美味しそうだな、それでナスとチーズ。秀幸さん、音符の中の音符ありがとう。お、キクちゃんさんお久しぶりです。なんと来てくれるの、29日待ってます、ありがとうね。オカムさんお疲れ、ありがとう。EKY さんかな、 EKY さんありがとうございます。わあ、もちろんです。 BHY さん、マイナマインドさん応援されているのかな。わあ、こちらこそです。大工さん100キラ200、たくさんありがとう。告知ね、もう告知はみんなと会えるのが今月さあ27と29だけじゃん。6月27と29日に私の今活動している竹山 3.5 の解散ラストライブがあります。今一般チケット発売中なので、その日はぜひ絶対、今までね竹山を知って応援してくれた方にはたくさん来ていただけると嬉しいです。待ってるね。27が東京渋谷、29日愛媛松山です。ハラメタルお風呂ありがとう。お風呂、世田谷ベースの帽子見てもらえて嬉しかった。あれめっちゃかっこいいね、あの帽子。あれは売っているのか。ムラチンありがとう。ジャスミンの花、ピョコニーさんいらっしゃい。ノイチさんこんばんは、ありがとう。ヨルさんいらっしゃい、ひらがなの。わ、ノリありがとう、めっちゃ回復ポーションありがとうです。ノリポコポコポコ。ムラチンありがとう。レインボーマイク、え、 COP さんかな、 C0P さんか、こんばんは。あれ、マイナーさん同じ時期にティフに出られてましたか。あら、スエさんレインボーマイクありがとう。あら、キクちゃんマーマレード大会で滝山知ってくれたのか。わ、それ何年前かな、4年くらい前なのかな。それスエさんフルありがとう。ツヒニャでした。年少年少、ベクポワさんかわいい、ありがとう、かわいい。お、ヤコポンさん待っててね、カラオケ配信。確かにね、初めての曲、こないだのファンクラブイベントでさ、
まだ歌ったけど歌ってない、こっちの配信では歌ってないやつとか、なんかいろいろ歌おうかな。ワンダーさん、音符の中の音符ありがとう。あーなるほどね、部屋の名前が変わるってことか。玉のり寺さん、ひなほの中連ポートだって、なんかめっちゃ強そうになってるね。ブラッチありがとう、中ありがとう、ありがとう。わ、乙女モードやりたい、大工さん。っていうかね、ラストライブは本当にの悔いないようにしたいから、めちゃくちゃ歌う予定なの、竹山の曲とにかく。なので聴いてきてもらえたら嬉しいな。ちょっともう掘って掘っていくので。村地ありがとう、マンポンさんありがとう、太郎くん101、あ、ワンコそばさんだ、ありがとう。笠文化さん、太郎くん間に合ってる、ありがとう。遅くに、竹山 3.5 デビューして8年くらいになるのかな。うん、うん、今、6年が終わって今7年目なのかな。この間6周年だったの。帽子売ってるんだ、あれめっちゃいいんだけど。眠いか、浩平さん。そうだよね、もう44分なんだけど。ハチスケクマさんありがとう。100円札と500円札はすごいね、ブラッチ。しかもあんな綺麗に撮ってるんだね。そう、初めて見たよ、100円札あるの知らなかった。あれは誰だったんだろう、結局。しまちゃんさん、解散今知った。そうなんだよ、来てね、ぜひライブ。その日にね、あの新しいプロジェクトというか、新しい活動もこれからしていく予定でございまして、ちょっとその日に発表させてもらうんですけど、あのこれが終わりだけど始まりになるので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。そうなのよ、青メガネさん、そうかもしれない、もう歌えないかもしれないのよ、竹山ね。その新しい活動に向かって。へにょへにょさんありがとう、こんばんは。あ、大住さんありがとうございます、遅くに。いや、めちゃくちゃ楽しかったです、めっちゃみんなとジャンプしました。わあ、秀丸さん、ライスボールさんとめっちゃお話ししたよ今日。あの楽屋でもさ、ちょっと近かったからめちゃくちゃお話ししたんだけど、もうめちゃくちゃあの可愛くてというか、すごいもう優しい良い方たちすぎて、めっちゃ ほっこりした。あのステージもずっと見させてもらったけど、すごいかっこよかったです。ちゃんけんぽんの歌めっちゃよかったな、あれ。見るお肉さんありがとう、てりぽこさんありがとう。終わり始まりやで、おばば、これそ、これこそ。おう、しまちゃんさん、松山まで来てくれてたか、そうかそうか。ぜひ27日お待ちしてるよ、ありがとう。兄さんさんいらっしゃい、わ、トールさんありがとう、嬉しいです。
生ひなほ。しんちゃんさんこんばんは、ありがとう。かりたんふる、ありがとうございます。ありがとう。ラストライブのやってみようね、懐かしすぎるね、それやってみよう、歌いたいな。待ってるよメガネさん。そうなのよ、かりたんふる、ありがとう。かりたん、そうですね、新しい活動は、まだ言えないことも多いんですけど、またそう活動していくので、みんなと会えると思う、ライブなどで。しんいちさんありがとう。お、大住さん今写真展されてるんですか。あのいつもの場所ですね、渋谷ルデコギャラリー5階で写真展されてるって。大住さん、そうなのか。ムラチンかわいい、ありがとう。しんちゃんさん100キラありがとうです。兄さんかわいい、ありがとう。 M 大町まささんいらっしゃい。はあ、ちょっとじゃあ、だって音もさ忘れてて、今日も飲んでたやつなんだけど、いい？ちょっとまださやることがあって、眠れねえと思って、ちょっと今日はアイスコーヒー。お疲れ様でした、今日も一日。乾杯。ライブを来てくれた方ありがとうね。乾杯。わあ、今日が終わったぜ。終わりましたね。竹山の解散はひなほちゃんにとってポジティブな方向だよねって。うん、あの前を向いての決断となってます、もちろん。難しいけどね、その竹山 3.5 の解散がポジティブと捉えるのは、捉えるのは私の中ではすごい寂しいからさ、ポジティブかどうかわからないけど、夢に向かっては前進しております。はい、ついてきてくれたら嬉しいです。ちょっと待って、何かもらってない？これなんか見えるよね。ありがとう。待って、誰？ああ、テリポコさんありがとうございます。これはクマタワーなのではないか。ありがとう。音符クマタワーじゃん、かわいい。それは書こう。ちょっと待って、ごめん、ちょっとパジャマだけど、下ホワイトボード出すから待ってくれる？よいしょ、どこいしょ、よいしょ、はいはい、ありがとう。あれ、あっちにペンも置いてたわ。いやいや、これにしよう。よいしょよいしょ、ありがとうです。わっ、ちょっと薄かったかな。
ちょっともう一回見ていい？どこが大文字、あ、小文字だった。ありがとう、見えるかな、ありがとう、テリーポコさん。やばい、顔がテカテカすぎるありがとうございます、ありがとう、よいしょ、たくさんありがとうでした。あれ、つむじ見えてた？じゃあ今日はもう1時になっちゃうからランキング読みして終わろうかな。いい眺め。では13位から13位、おさむさん、ありがとう、楽しかったよ今日は、たくさんありがとうね。12位ワンガンさん、ありがとうワンガンさん、遅いのにありがとうね。11位コンドルさんじゃ、ありがとうコンドルさん、今日は楽しかったです。10位大文字テストさん、たくさん買ってくれてありがとうね毎度あり。9位ロッピーさん、ありがとう、今日もたくさんいただきありがとうございます、ありがとう。8位お猫ぷじゃ、ありがとう猫ぷ、朝から来てくれてありがとうね。ラッキーセブンワンダーさん、ありがとう。7位です、今日はいい日になるぞい、遅くにありがとうでした。6位ローマ字のマスさん、ありがとうマスさん、楽しかったよ今日は、たくさんありがとうです。そして5位はやてさん、たくさんありがとうね、遅いのにいただいてありがとうございます。4位虹色さん、ありがとう、めっちゃいただいてた、楽しかったです、ありがとうね。そして3位あぼん、ひでゆきさん、めっちゃ声出してくれてありがとう今日は、たくさんありがとうね。そして2位あぼん、ブラッチ、ありがとうブラッチ2です、嬉しい、たくさんありがとうございました。今日もそして今日の第1位あぼん、あてりぽこさん、すごい、ありがとうございます、奥またはもありがとう、はい、ありがとうございました。すごい、こんな夜遅いのに4654盛り上げ、今日はマナホ盛り上げたよ、私のグッズマナホ盛り上げ、はい、ということでいつもは夜10時半ぐらいから毎日配信しておりますので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとうでした。ということで今日はこれで終わるね。よちゃんかわいい、ありがとう。ということでおやすみなさいみんな、また明日ね、バイバイ。